はいどうも。今回はスタンで青白コンです。ワンマリガンキープ、呪文はトップで。相手1ターン目、模範的な作り手。こちらは土地を置いてインド。相手2ターン目ファストセットから、クズ鉄城のタカリア。2ターン目で6点クロック完成されました。こりゃちょっと無理そう。3点もらって残り17。引きも微妙です。土地を置いてインド。戦闘で2体パンチ。6点もらって残り11。経験豊富な操縦者。検閲が届きません。場に出て戦術に。エンドにサイクリングします。まず1枚。もう1枚も。こりゃ無理だ、投了します。相手の手札完璧ですね。さて、サイドです。速攻デッキ対策はいろいろ積みました。白勇者さんと束縛入れます。それから権限と猫とギアハルク。ギデオン2枚外して。不許可もいらない。服用も全抜きで。片鱗も重いので外す。アズカンタも1枚アウト。相手ヘイストついてるわけじゃないので、権限やっぱなしで。余った隙間には片鱗戻しときます。これで2本目行きましょう。先手、キープですね。速攻相手には白勇者が頼もしいです。まずはタップイン処理から。相手1ターン目作り手。早いけど、今度はこちらに勇者あります。2ターン目はまずアズカンタ設置。2ターン目に置けると動きがすごい安定しますね。キランの新異号、タカリアよりはマシかな。3点もらって残り17。島はもらっときます。陽光弁の勇者を召喚。場に出て2点回復。無許可の分解で勇者除去、そして本体3点。戦闘でキラン登場して4点パンチ。残り12。勲章はいるかな？それとも残骸だけで足りるだろうか。迷ったけどもらっときます。そして墓地から勇者復活。2ドロー1枚捨てます。タフネス4が頼もしいです。4点回復して残り16。また分解されてしまった。マナもカードもライフも同じ消費だからまあいいか。キランで4点、残り9。検閲いらない、土地欲しい。土地止まっちゃった。残骸構えてエンドします。霊気剣の収集艇。生物増えるより全然良い。キラン登場。ではキランを追放します。予備が出てきた。マイナ4円茶はいります。土地引かないかとサイクリング。引けたので置いてインド。ボーマットの休止、機体が殴れるようになりました。
キランに作り手登場。旧神話のラズ戦闘。ではキランのパワーを下げます。霊気溶融をキランにエンチャント。休止で1点、残り8。タップイン土地は、いらないかな、墓地肥やしたい。取っといてよかった。群青で場を流します。休止サクってワンドロー。作り手再登場。バンスの爆破砲設置。あれどうにかしないとまずいですね。かといってライフもやばいし。収集艇で3点、残り6。産卵いらない。アズカンタ変身させます。お、いいカード。早速出します。威厳あるカラカル。これで回復したい。余ったマナでサイクリングしときます。爆破砲で救出違法。そのままでできます。引いたのは土地みたい。カラカル本体はハンコン持ってませんね。球士が収集艇に乗った。作り手も殴ってくるみたい。ハンコン持ち2体で作り手ブロックします。2点回復して3点食らって残り5。とりあえずメインサイクル。微妙。検閲もサイクル。引いた土地置いて、ハンコン猫でアタック。2点回復します。爆破砲。分解追放、強い。カラカル対象に分解。スタック意味ないけど、一応サイクリング。排斥は良いドローですね。カラカル除去られ残り4。収集艇起動。3点パンチで残り1。ギリギリ生きてます。相手手札は土地だった。エンドに思考の意思衝動モード。めくれたのは、廃墟、アズカンタ、勇者、石。もちろん勇者をもらいます。とりあえず戦闘。1点ドレインして2に回復。それから排斥キャスト。の前に勇者って別に順番どうでもいいですね。場に出て4に回復。今度こそ排斥。対象は爆破砲で、アドゲン潰します。土地セットしてエンドです。相手引いたのは土地。戦闘入って機体に登場。3点パンチでこれまた残り1。ひとまずアズカンタ起動。追放エンチャあるので生きてますね。束縛ゲット。早速キャスト。対象は収集艇で。それから猫で殴って1点回復します。
経験豊富な操縦者。本当にギリで生きてます。戦術はボトムトップ。キランを起動、パワー1ですがあります。2体パンチ、地上はブロック。休止能力でワンドロー。キランパンチで残り1。模範操縦士、デパラ。またアド稼ぐやつ出てきた。こちらもアド稼ぎます。勲章ありますね。助かった。勲章前に戦闘。ライブラリトップ X 前からドワーッと期待を得る。なぜか殴るのやめちゃいましたが、回復量は変わらないので殴った方がお得です。勲章キャスト。キランに登場してタップ。4払ったので、トップ4前からドワーフと機体をゲットされます。キランも除去れて5点回復、残り6。作り手は普通に引いたやつかな。デパラが再び出てきました。領有引いて勇者もあるし、だいぶ余裕出てきました。殴ってタップでも誘発、勇者をブロッカーとして立てるのは確定ですね。残り5マナでどうするか。アズカンタ先起動した方が良さそうです。アズカンタ起動。石と検閲が候補です。微妙。検閲ゲット。このサイクリングはよろしくないですね。普通に勇者起動に検閲捨てて、土地置けば余裕も構えれました。勇者永遠起動します。場に出て4点ゲイン、残り10。相手引いたのは土地。デパラ起動のためにタイパンチ。フル起動ですね。引けたのは2枚みたい。デパラをブロックします。2点通って残り8。相手手札は、作り手と操縦者。とりあえずアズカンタ起動します。選択候補は、残骸と余裕。残骸をもらいます。戦闘入ったところで相手投了。さて、サイドです。ギデオンやっぱり入れときます。代わりに片鱗外して。サイクリングしかしてない輝き外そうかと思ったけど、石の方が後手で重いかなと思って1枚外します。これで3本目行きましょう。後手、キープ。分回られない限りは大丈夫かな。相手作り手スタート。毎回出てきますね。こちらは土地を置いてエンドします。続いて操縦者。ファクトよりはマシです。戦術はトップボトム。相手アタック。輝きサイクリング。1点もらって残り19。土地置いて構えてエンド。デパラはカウンターします。検閲使えるときに使っちゃいましょう。4点パンチで残り15。
地を得てエンドします。暴れ回るフェロキドン、こいつもカウンターします。4点で残り11。ハズレと警戒で排斥構えでエンド。操縦者のみアタック、残骸警戒してますね。迷ったけどそのままもらいます。残り8。エンド時土地サイクリング、検閲もサイクリング、群青で一旦場を流します。相手セットランドのみでエンド。除去ハンドかな。こちらはアズカンタ設置します。これでエンド。脅迫でハンデス、黒マナでなかっただけか。何もせずハンデスされときます。エンド時土地サイクリング、勇者はむしろ墓地に落としたいですね。アズカンタ変身、勇者永遠起動、排斥捨てます。4点回復で14。相手フラットしてる様子。エンド時アズカンタ起動します。ここで相手投了。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。使用したのは何の変哲もない青白コンです。強いて言えば、メインのヒエログリフの輝きと、サイドの陽光弁の勇者が変わったところかな。リーグ回して、赤単に2回あたり両方負けたので、軽くなるよう調整しました。もともと青系のコントロールはラムナプレットなど速攻には弱いので、メインはともかく、サイドに速攻用カードを多く割くのはありだと思ってます。メインのドローの枚数は、青黒コントロールのを有用しました。アズカンタ出てから片鱗重く感じるようになったので、青白でもヒエログリフの輝き優先するのはありだと思います。青白コン4マナ多くてもふさり気味でしたし、サイクリングできるのは結構ありがたいです。序盤の土地探しもはかどります。サイドの勇者、単純に能力が大速攻で強いですし、3マナ剣を埋められるってのがありがたいです。砂漠の交流も考えましたが、砂漠がそんなに入れられないこと、ヘイストに対していまいちなことを考慮して勇者にしました。それでは今回はこの辺で、また次回、ご視聴ありがとうございました。